まあ、ありもしないことをあったかのように、作るというのは捏造であると思っております。そして内容は不正確であると。あれ、あれ、私は何を言っているんだろう。なんで私が寝とうよようなことを言ってるの。私は表現の自由を何よりも大事にしている政治家だ。私は放送法を守らなければならないと思っている。私は女性総理を狙うあまり自分の政治信条を捨ててしまった。私は本来ネトウヨが大嫌いだ。安倍晋三、最も問題の政治家だ。私は自分の原点に戻り、ネトウヨ離脱の宣言を出そう。私は今、はっきり見えてきた。高市は自民党を離党する。高市は政治家をやり直す、と。